マーナ・ハンセンは、アメリカ合衆国のモデル兼女優。ミス・ USA 1953優勝。同年、ミス・ユニバース1953準優勝。画家、ジル・エルブ・グレンのモデルとして知られ、50年代を代表するピン、アップ・ガールの一人である。シカゴで生まれる。ドイツとデンマークにルーツを持つ。少女時代は、テニス、バレーボール、ライフル射撃を好む。 高校在学中はバスケットボールのキャプテンを務める。シカゴのカールシャツズ、ハイスクール卒業。1947年、シカゴのパトリシア・バンスモデリングスクールのモデルとなり、映画パンフの写真に収まる。1949年頃、ギル・エルブグレンのモデルを始める。一例としてのような作品を残す。1953年、 シカゴプレスフォトグラファーズアソシエーションよりミス・フォトフラッシュ・オブ1 9 5 3に選ばれる。その商品としてオール・アメリカンに早くで出演。1953年7月16日、イリノイ州を代表してミス・ u s a 1 9 5 3に出場。優勝。商品としてヒルマン・ミンクス製のコンバーティブル・ユニバーサル・ピクチャーズとの契約。 2500ドル相当のダイヤモンド入り腕時計を授与された。その他、自由の女神の冠のレプリカ、巨大な優勝カップも授与された。コロラド大学で畜産学を学ぶつもりで、最初の楽器の学費まで郵送していたが、ミスユニバース出場のため入学を断念。1953年7月17日、ミスユニバース1953で準優勝。優勝は、 フランス代表のクリスティアン・マルテル。第3位は日本代表の伊藤絹子。1954年1月、カリフォルニア州パサデナで開催されたトーナメント・ブローゼーズ・パレードにクリスティアン・マルテルと共に参加。彼女たちの乗るアメリカン・ヘリテッジと名付けられたフロートはキューピッドと何千の白い菊とランで飾られていた。1954年8月、ユニバーサルと 新たに7年契約を結ぶ。週休200ドル未成年である彼女の将来を案じて裁判所は週あたり25ドルのアメリカ国債の購入を命じた。1955年8月21歳になった彼女はロサンゼルス軍庁に2400ドル相当の国債の払い戻しを求めた。ヤンキーパシャにはミスユニバース1953出場者が 出演している。1955年12月、ザ・ジョージ・バーンズ・アンド・グレーシー・アレンショーでテレビデビューを果たす。出演した8分間は、彼女がそれまでに銀幕に移った時間の総計より多い。1959年には、コパトーンのモデルを務める。彼女は3回結婚している。カズトメの夫とは結婚時期不詳。1 9六十年。 離婚。1961年2月14日、リー・デューク・ハイエットと結婚。1965年6月23日、離婚。1985年4月28日、アレン・エイチ・ケインと結婚。ありがとうございます。